モスクワの無名戦士の慰霊碑で衛兵交代を行うロシア軍兵士がチ和ウ足更は越兵式や衛兵交代の際の行進の形式の一つに対する故障である。英語からグースステップとも言う。行進するドイツ帝国海軍将兵1890年膝を曲げずにまっすぐ伸ばした足を高く上げるのが特徴。手の振り方は国によって異なる。 この行進を行う姿が、課長が歩く姿を連想させたところから生じた故障で、どちらかといえば、野犬的な表現である、とりわけ20世紀半ばからは、ナチスドイツのイメージと結びついて記憶されており、そのような事情から、しばしばナチス式行進とも呼ばれる。プロイセン陸軍が発祥と考えられるが、明確な発生の事情は不明。 軍部隊の同不行進の特殊な形式で、プロイセン軍を中核とした、統一後のドイツ軍に引き継がれ、式典や越平式にデモンストレートされた。国家人民軍創設25周年を記念して1981年に東ドイツで発行された切手。ベルリン都心のイェバッヘでの衛兵交代式をモチーフとした構図で、課長足行進が規律の正しさを象徴するイメージで、 描かれている。世界各国の軍隊でこの更新形式が取り入れられているのは主に以下の経路による。ドイツ経由19世紀後半から20世紀初頭にかけてプロイセン陸軍を模範として軍近代化を図った国々が他の軍制度と同時にこの更新形式も導入。例、中華民国、南米諸国等。また1930年代、40年代には 数軸国でナチスドイツの行進が模倣される。例、イタリア等。ロシアソ連経由、第二次世界大戦後、社会主義体制を取った国々で、ロシア帝国からこの行進を引き継いだソ連軍の影響で広まる。例、ソ連諸国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ベトナム、キューバ、モンゴル等。 以上二つの経路のいずれか判別しがたい、または双方の要素が混在していると推測される国々。例、中東欧諸国。ブッシュ政権への皮肉の意図を込めて、ナチス式敬礼とガチョウ足更新を行うデモ参加者。ワシントン、2005年。この更新形式は、厳しい訓練や規律正しさ、威厳をアピールする、視覚的効果が高い反面、しばしば独裁的。 権威主義的、軍国主義的、全体主義的な政治体制のイメージと結びつき、こうした政治体制の変革や否定に伴って廃止される場合が多い。20世紀、自国内史その体制に肯定的なニュアンスで作られた写真、ポスター、映像などが正反対の否定的なニュアンスで用いられることがしばしば生じたが、いくつかの国の一糸乱れぬ。 課長足行進の写真や映像はこの典型的な対象となってきた。見た目通りかなり足に負荷のかかる行進である。ファシズムと軍国主義の犠牲者慰霊碑での衛兵勤務に乗馬する国家人民軍の衛兵霊装でフランスの革命記念日パレードに参加し行進するブルガリア軍。後方のスペイン外人部隊は速歩行進のためグースステップを行っていない。 2007年外国軍人の歓迎式典で更新する中国人民解放軍議場大ハバのホセマルティ記念日に花輪を捧げるキューバ軍兵士。ルラブラジル大統領のキューバ訪問時2003年。奥右側はフィデルカストロ国家評議会議長ペルーリマの大統領官邸前で行われる衛兵交代式ある国の体制内し政権に対する 批判的なメッセージを込めた演出である場合が多い。ありがとうございます。